はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。地下放射線続きをやっていこうと思います。さあ、前回はこのね、謎になぜかいる研究棟みたいなところですかね、ところをいっぱい探索して、まあどうやら1階にね、ビブールっていう恐ろしい怪がいるようだと、怪って言っちゃっていいのかな、クツルス神話のね、中の神様の一人なんですかね、しっかり調べれてないんですけれども、まあそれはそのままね、通過することはできないので、いろいろ対策していこうっていうところまで行きましたけれども、さあちょっと手がかりの穴が開いてるところをなんとかね拾っていきたい。はい、ひとまず一番上に行ったらね、産地を削られて多分ね、魅了されてしまうので、地下1階に戻ってきました。どこを行けるかなと思うんですけれども、まず金庫が開けられるかなとは思うんですけどね、残念ながらね、多分4桁だよね、きっとこの金庫使えるかな。はい、会場を試みてみましょう。最初の番号は、はい、あ、なるほど、技能が使えるんだ。ここで2だけないんですよ。2のところだけちょっと技能いきましょうか。まず1、3、次は、はい、技能を使用する。鍵開けない。はい、くるくるとダイヤルを回すが感触がつかめない。やり直しだ。はいはい、やり直せるのかな。ならちょっと当てずっぽでいこうかな。最初の番号は、3です。で、次はこれ多分ね、ないの9なんですよね。だから3978だと思ってるんですよね。78、開きましたね。ちょっとめたいかもしれないけれども、まあ全部の数字が当てはまるんだったらね、全部回すっていうのはまあよくやりますからね、現実でもね、いいのかなと思ってこれで開けちゃいます。ガチャリと音を立て、金庫が開いた。中に入っていたのは、いや、これ欲しかったものですね。調合手順書、最新を獲得しました。はい、あ、そして最悪の間の鍵もこの中に入ってたんですね。なるほど、あとは緑の液体をどうやってすくうかか。試験管あったっけ、ここに。中入りましょうか。カラビンがね、見つかってないんだよね。最悪の間に落ちてるかな。一箇所戸棚触ってないね、これ。身をかがめ、戸を開けた。中に空の試験管が格納されていた。いやー、探索が分かったか。はい、回収しましょう。いくつか持ち出すことにした。はい、空の試験管を獲得しました。よし、これで進める。さあ、緑色の薬液を回収していこう。出ますね。で、下の階に行きます。もう一個下の階に行って、サンプル保管室ですね、中に入って、ここで使いたいですね。開封されたカプセルを調べましょう。アイテムを使用します。ここで空の試験管ですね。空の試験管を取り出し、緑色の液体を回収した。何かに使えるだろうか。はい、緑色の液体が入った試験管を獲得しました。最初ね、無理やり瓶でやろうとしたんだけど無理でした。じゃあここで一回、一応調合手順書をね持ちましたからね、これちょっと見てみましょうか。はい、特効薬と呼ばれる薬品の調合法が載っている。特効薬の調合方法が記載された紙だ。はい、調合しましょう。手順書にのっとり、丁寧に工程を進めていく。指示通り3種の液体を混ぜ合わせ、試験管を軽く振った。はい、特効薬が入った試験管を獲得しました。これで完成だ。あとはこれを。はい、これ何するんだったっけね。まあ飲むのかな、静脈注射だ確か。飲むのかなって言っちゃった。もう今ここで組み合わせられますかね。はい、空の注射器使うになるかな。これがあれば、これとこれですよね。調合した液体をシリンジの中に移し、注射の準備を終わった。はい、これで特効薬の入った注射器を獲得しましたと。はい、打つかどうか。あー、まだ打たないか。これは感染した時じゃないとダメかなと思うんだけれども、これってさ、もしかして前に倒れてる人いましたよね、青く光ってる。その人に打ったりしますかね。まだ
打たない。心の準備ができていない。後にしよう。ちょっとあの人の様子見に行ってみるか。もしかしたら救えるかもしれないもんね。この方ね、この方発行してたよね。この方直してあげた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう。どうする。はい、あー、死体を観察する。でもう一回観察してみるか。再び死体に接近し様子を観察する。死体か。死亡状況を確認する。ベッドや遺体の状態を見るに争ったような形跡はない。変わった点といえば体が青く光っているところだ。注視しなければ気づかないほど微弱ではあるが、ほんのりと光っている。これは一体。あー、これしかですね。これ技能あったっけ。あ、もう終わってますね。そっか、なくなってるなら救えないか。で、この人に特効薬のことを言ってあげてみようかな。いや、そうすると奪われてエンドっていうのもあるかもしれないね。男性は変わらずベッドの上に座っている。どうする。はい、話しかけてみましょう。ちょっと触ってみましたけど、まだちょっと無理そうな気がするから、上が開いた時に話しかけに行きましょうかね。さて、じゃあ戻って、いやー、ではちょっとね、最悪の鍵をね、最新の鍵かな、あるので、これをじゃあ開けに行きましょうか。はい、下まで来ました。ここで使えますね。大きな鉄扉に近づき様子を確認する。重々しい雰囲気を漂わせるそれには鍵穴が設けられていた。押してみても動く気配はない。施錠されているようだ。この重厚さだ。力任せに突破するのは不可能だろう。おとなしく鍵を見つけてこよう。はい、ここでアイテムが使えるようになります。鍵あります。金庫から入手した鍵を使い鉄扉の解錠に成功した。ガチャリと大きな音を立て、わずかに扉が動く。押し開けば通れそうだ。はい、もう技能も何もないので、これは下に行けばいいのかな。普通に鉄扉を通り次の場所へたどり着いた。手に持っている懐中電灯を振り回し辺りの様子を観察する。一つ上の階とは違い、物々しい雰囲気はなくガランとしていた。入り口近くには円柱状の物体、左右の壁面それぞれに一つずつ三角錐状の物体。この部屋にあるのはそれだけだ。何を目的としたものだろうか。はい、まあ、これもアイテム持ってますね。青い石を置いて、あれ、使うのは今じゃ、ここ見てからかな。手前の円柱状の物体上部にくぼみがあるのを見つけた。拳台のサイズだ。はい、アイテムを使用する。で、この青い石ですね。石を包んだカーテンを取り出し、くぼみの位置へと石を転がした。すると、スポリとはまり、きれいに中に収まった。はい、これでボタンを押しますですね、確かね。手前の円柱状の物体上部にボタンを発見した。はい、押しましょう。カチッと音を立て、ボタンが沈む。すると、部屋の中でバチバチと音が響き渡る。異音に気づき周囲を警戒していると、壁面にあった物体から何かが出ているのがわかる。あれは稲妻だ。音の発生源はあれで間違いない。そして左右から伸びる稲妻は次第に大きくなり、二人の視界を白く染めた。強い光に目をくらませ、動けずにいるところに今度は血鳴りが襲う。音が大きくなるとともに揺れが発生し、すぐに立っていられないほどの衝撃に変わった。近くで望みの悲鳴が聞こえた。あの時と同じだ。いや、振動はあの時以上のものになっている。周りが見えず、前後不覚のままなすすべなく床に伏す。倒れ込んだはずみで手にしていた懐中電灯も落としてしまった。カラカラと遠くへ転がっていく懐中電灯の音を聞きながら恐怖に耐える。何が起きたのか、何をしてしまったのかわからないまま、ただ時が過ぎ去るのを待った。あれ、来るんじゃないかな、ビブールが。コサカルさん、無事ですか。揺れが収まった頃、望みの声が耳に届く。
部屋中を包んでいた光も消え、だんだんと視界が戻ってきた。幸い体に痛みはない、怪我をせずに済んだようだ。こちらの無事を伝え、身を起こすとある違和感に気づく。奥から漂う強烈な圧迫感、言いようのない焦燥感と底知れない恐怖が全身を包む。何かが変わった。何が変わった？恐ろしさに身を震わせながら必死に近くの床を叩いて懐中電灯を探す。光源がなければ確認もできない。ペタペタと床を這いずっているうちに膝に硬い感触を受ける。急いで掴み取りスイッチを入れた。目の前の壁が明るく照らされたことに安堵を覚え、そのまま部屋の奥の方へ振り向いた。あ、来てる。サンチ大丈夫か？大丈夫ですね。はい、サンチが5減少しましたで、なんとかとどまった。多いわ。それが初めに受けた印象だった。全身3、4メートルほどだろうか、巨大な大岩のような何かが目の前に鎮座している。ピクリとも動くことなく、ただそこにとどまっている。それなのに、とてつもない重圧感に押しつぶされそうになる。冷や汗が止まらない。少しでも気を抜けば意識が飛んでしまいそうだ。口元を強く押さえ、濁流のように押し寄せてくる吐き気を必死にこらえる。何かされたわけでもない。何かは依然としてただそこにいる。無数の触手で覆われているその体表は青く光っていた。おぞましいという言葉さえ甘いと思えるほどの醜悪さ、かきたてられる生理的嫌悪。早くここを離れなくてはいけないと分かっていながら足が動くことはなかった。魅了されてしまったのだ。1階の時と同じですね。青い光をまとうその神々しい姿に、この世のものとは思えない、まるでおとぎ話から飛び出してきたような無限的光景、美という存在そのものをかたどったような狂気的なまでの霊質。一度直視してしまった以上もう逃れられない。恐怖するほど惹かれ、惹かれるほど恐怖する。そのループの中でだんだんと理性が溶けていく。今はもうどうして出たいと思っていたのかさえわからない。抵抗する気力も脱出する意志力もどんどん消えていく。どうやっても叶うはずがない。絶望、抵抗、畏怖、賛美、霊獣、降り注ぐ全ての感覚は同時に同等に同様にないまぜになって与えられていた。それでもまだ立ち上がるものも存在した。コサカルさん。誰かに腕をつかまれハッとする。隣にいたのぞみが必死の形相で訴えかけていた。しっかりして。コサカルさんまでどうにかなっちゃったら私。夢から覚めるように次第に頭の中がクリアになっていく。そうだ、自分たちはここから脱出するためにやってきた。たとえ困難であっても出なくてはならないのだ。ごめんと一別し、再び脅威に向き合った。今ここでやらなくちゃいけないのは、はい、地上へ向かうことですね。地上へ向かおう。目的はあれと対峙することではない。のぞみの腕をつかみ急いで階段へ向かう。ここから生きて帰るんだ。はい、まあいい感じにこっちに誘導できましたね。まだね、特効薬も使ってないけれども、まあもしかしたら感染するルートもあるかもしれないからね。さあ上に上がって、でね、絶望している彼に声をかけて出ましょう。もういないよ。どうにか言いくるめて信用させれば連れ出せるかもしれない。これはまだ材料が足りてないかな。一回上が空いてることを確認してきましょうか。何回も話すっていうのは有効かちょっとわからないですからね。さて、じゃあ一回この部屋から出ましょう。で上上がって、上上がっていけますね。急ぎ足で駆け上がり開けた場所に出る。そこで違和感に気づいた。以前は当たり前にあったもの、ここにはなかったもの。光、光です。小坂さん。
外からの光を浴びながら共に喜びを分かち合った。やっと脱出できる。やっと帰れるんだ。はい、次の選択肢から脱出するを選ぶとエンディングを迎えます。はい、まだやり残したことありますよね。はい、まあね、ちゃんとね誘導できたからあれだと思うんだけれども、外がね行けることがね分かる手立てはどうすればいいんだろうね。一回外確認したから彼の選択肢が増えてるかな。とりあえず殴ってみてもいいのかもしれないけどね。話しかける、一緒に逃げよう。やっぱり話しかけても心が折れてしまってるので、ちょっと一回とりあえず殴ってみようかないいのか分かんないけど、はい、ちょっといいかどうか分かんないですけど、とりあえず殴ってみます。えい、ブワー、なんだよ突然。鋭い目つきで睨まれてしまった。何してるんですか、いきなり殴るなんて。殴りたくなったんだから仕方ない。仕方なくないです、自制してください。なんで通じないんですか。不思議な人たちだな。いや、不思議なのはあんただよあ、産地減っちゃうんですねこれで。はい、で話しかけてみようか、名前聞いてみるか。ちょっと話す選択肢がねなかなか積むので、アイテム使えないかな。はい、じゃあちょっとタバコ一服してみましょうかね。市販されてる銘柄だ。吸う。はい、吸ってみます。吸気が肺に溜まっていく、いい充足感だ。あ、産地上がるんだこれ。ひたすらタバコ吸ってたらどんどん産地回復すんのかな。これを使ってあげてもいいのかもしれないけどな。どうしようかね。ビブールの生態について載ってる紙束を使ってみる。特殊放射線ラジエーターの使用について載っている。青い石を円柱上部の台座に置き、ボタンを押すことで起動するらしい。でもアイテム使える時ってここでね多分何か出てくるからね。いいクルメで信用できたらって言ってたけれども、技能が使えなかったので、あとは白い本とかね、逆光の呪文と呼ばれるものの使用法が載っている。この辺りは知識としてだけですね。さあ、まああと注射もまだ打ってないけれども、まあ、感染してるかどうかと言われたら感染してないだろうからね。まあそのまま一回出てみましょうか。はい、じゃあ通れるようになったエントランスへ行ってみます。脱出する。地下からの脱出に成功し、数日が経った頃、この体は病床に横たわっていた。ここまでか。遠くから誰かの声が聞こえる。どうなっているんだ。何も見えない。体に力が入らない。声も出せない。息だってうまく。これだけの設備があっても、これだけの医師が手を尽くしても、全く歯が立たないとは。あ、注射打たないとダメだったか。過去に例のない、全く新種の細菌としか思えない。何の話だろう、細菌がどうとかって。おお、なんか文字化けてる。なんだ、何かが呼んでるのかな、私を。入り込んで。あらー、注射打っとかないとダメそうですね。はい、自家放射線脱出エンドです。はい、脱出エンドだけれども、なんかグッドエンドっぽくなかったですよね。一応注射打つところまでやってみようかな。はい、ではちょっとエントランスの前に戻ってきました。注射打ったらエンディングの内容変わるんじゃないかなと思ったので、手持ちであったそのまま注射を使ってみます。打つ。打ちます。針を斜めにし、そのまま前腕へ押し込んだ。チクリと走る痛みを確認した後、プランジャーを沈めていく。体内に流入する異物感に強い痛みと嫌悪感を覚えつつ、なんとかシリンジを空にすることができた。
はい。あー、ここで解かれてなかったんですね。小坂るのぞみがビブールの試合から解かれました。すると一気に体が軽くなり、さっきまでの脱力感がさっぱり消えた。効果てきめんだ。はー、なるほどね。これはさすがにエンディング変わる気がしますね。じゃあ注射も打ったことですし、再び脱出してみましょう。どうなるかな。お、青空だ。地下からの脱出に成功し、数日が経った頃、この体は病床に横たわっていた。具合はいかがですか。精密検査を終え、特に異常がないことを確認したよ。念のための経過観察としてこうしている。やってきた看護師にすごぶる健康であると伝え、窓の外を眺めた。今ではあの時の騒動がまるで遠い昔の出来事であるかのように思う。けれどこの目で見たもの、感じたものはまだ鮮明に残っていた。未知の生物に遭遇したことも、薬を調合し注射したことも、そして脱出した後警察に地下でのことを話し、そのまま病院へ運ばれたことも、全てが短い時間で行われたせいで実感が湧いていない。今頃あの地下施設には警察が立ち入っていることだろう。これできっと犠牲者はもう出ない。はい、地下放射線生還エンド、これがまあトゥルーかなと思ってるんですけれどもね。はい、エンディングロールが流れるってことはそうですね。いやー、桜川さん、楽しいゲームをありがとうございました。お見事。いや、面白かったですね。もう私としては最後に赤髪の彼を救えなかったのがちょっと心残りですけれどもね。まあ私の技能だと無理だったのかもしれないね。イクルンしないといけないっていう風にね出てましたからね。これは最初のステータス振りで結構いろんなエンドが出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひご自身で他のエンディングが気になる方はプレイしてみてくださいませ。最後のこの音楽いいね。そう、音楽もねすごくマッチしてたんですよ、この地下放射線の雰囲気にね。まああとね、やっとクトゥルフ神話のビブールというものがね、ちょっとだけ履修完了しました。私クトゥルフ神話ちゃんとねいろいろ調べたいなとは思いながら、どこね、どこを触っていいのかわからなくてね、結局ね。ただ知ってしまうとね、こういうね RPG で出てきた時にめたいネタバレをしてしまうのかなと思ってね、結局足踏みしております。サイドサイドさんの作品でございました。いや、本当に素敵な作品をありがとうございました。さて、まあ、特にあれですね、このエンディング回収したとかそういうものは出てこないのかな。コンフィグはコンフィグですもんね。はい、ではコサカルの地下放射線はこれにて終幕しようと思います。最初にお伝えした通りエンディングは6つあります。ですので私がまだ回収してないエンディングが気になるなっていう方は、ぜひご自身の手で地下放射線プレイしてみていただければ幸いです。ノベルゲームコレクションというところのサイトで地下放射線で検索していただくと無料で遊ぶことができます。コサカルは PC 版をプレイさせていただきましたが、ブラウザ版もありますのでスマホでも楽しむことができます。ぜひあなたのステータス、そしてエンディングはどんなものがあるのか、ご自身で探索してみてくださいませ。そしてサイドサイドさん、素敵なゲームを本当にありがとうございました。今後の作品も応援しております。それではここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方は、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた他のゲームでお会いできたら幸いです。また次も大小坂とあっそもー。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。